明治元年、越後大合戦略図。北越戦争時の長岡とその周辺の戦いの様子を描いた絵図。左下に二隻の新政府軍艦の砲撃を受け、燃え上がる純度丸が描かれている、寺泊沖海戦は、母親戦争中の1868年7月13日に、越後国寺泊海岸付近で起きた海戦。 新政府軍艦隊が旧幕府軍の輸送船を自沈に追い込んだ。母親戦争中に越後方面で起きた唯一の海戦である。母親戦争の勃発後、新政府軍は東日本へ向けて鎮圧軍を進撃させた。旧江戸幕府を支持する東日本の諸藩は1868年6月に奥上津連藩同盟を結成した。越後方面では 越後長岡藩などが同盟に参加し、北陸道を投進してきた新政府軍と北越戦争と呼ばれる戦闘状態に入った。越後方面には幕府直轄の開港場であった新潟港があり、外国製兵器の輸入拠点として戦略的に重要だった。北陸道の新政府軍を実質的に指揮する山形有友は、 長岡藩と先端が開かれる3日前の1868年6月20日に海軍部隊の日本海派遣をいち早く要請した。新政府軍上層部は山形の要請に応え、長州藩軍艦第一堤防丸及び薩摩藩軍艦井上光丸の越後派遣を決定した。二隻の新政府軍艦隊は、 下関港で石炭補給担当とされた福岡藩の輸送船、大砲丸と合流して球炭後、鶴ヶ港を経由して越後へ向かった。一方、旧幕府軍側は日本海方面に有力な海上戦力を配置していなかった。江本武明に率いられた旧幕府海軍は優勢な艦艇を保有していたが、江戸周辺に集結したままだった。唯一、輸送船、 順道丸だけが、幕府から、合津藩へ対応された、兵器弾薬類を運搬するため函館経由で、越後入りしていた。佐渡奉行職見頭で、強順方針を取った、中山修介の新政府軍に対する弁明によると、順道丸は、佐渡の相川港へ停泊中に、奥越列藩同盟軍によって接収された。順道丸は本海戦の発生時には、寺泊港へ停泊中だった。 越後では、蒸気船燃料用の石炭の調達が困難で、淳道丸は、代用燃料として、焚き木を使用して行動していたため、速力が発揮できない状態だった。寺泊の陸上には、佐藤織の信率いる合津半兵や水戸諸政党が、駐屯していた。長州艦、第一堤防薩摩艦、犬井孝丸7月10日。 第一堤防丸と犬井光丸は新政府軍支配下の直越港へ入港した。翌7月11日、新政府軍艦隊は陸戦支援のため直越を出撃し、7月13日に出雲崎へ帰港した際に旧幕府軍艦が寺泊港へ停泊中との情報を知った。そこで新政府軍艦隊は寺泊の幕府艦に対する先制攻撃を決死にした。 順道丸を描いた、西木へ、海上安全万代樹、川辺共済が7月13日午前7時頃、新政府軍艦隊は、寺泊り沖へ到達した。艦隊の出現に気づいた、順道丸は、機関を指導して出航した。新政府軍側の記録によれば、順道丸は逃走しようとしたものと思われるが、順道丸は、味方艦隊と間違えて、 出迎えに向かったとの説もある。郊外で待ち構えた、新政府軍艦隊は、犬い孔丸が、順道丸の前方を遮る。一方、第一堤防丸は、後方に回り込んでの包囲を試み、大砲による威嚇射撃を行った上で砲撃戦を開始した。砲弾は、順道丸の選手や外輪に命中した。順道丸も、大砲三発を、犬い孔丸に対して応射したが、 手前に外れた。損傷した、順道丸は反転し、海岸に自ら格座した。藍津藩士の一柳生馬、西賀孫六郎ら乗員約150人は、戦隊を放棄して上陸した。乗員や、陸上の中屯部隊は、藍津兵20人ほどを除いて、ヤヒコへ向かって撤退した。新政府軍艦隊は、順道丸に接近して打歩しようとしたが、 暗礁が多く危険なため断念した。新政府軍は陸路からも部隊を派遣して順道丸の打法を試みた。第一堤防丸が出雲崎へ戻って連絡し、新政府側の加賀藩、高田藩、与田藩兵が出動したものの、山中に避難していた住民を旧幕府側の有力な副兵と誤認して退却してしまった。 新政府軍艦隊は引き続き洋上に停泊して、純道丸の監視にあたり、敵陣を狙って、艦砲射撃を実施した。翌7月14日昼頃、犬井孝丸上院が寺止まりへ上陸して、旧幕府側に協力した住民は処罰する、旨の布告を掲示した。同日午後2時頃、純道丸は、搭載弾薬が爆発を起こして沈没した。 出火原因は不明であるが、路角を免れるために自爆したと推定される。7月15日に新政府軍艦隊は、七尾港へ撤収した。新政府軍艦隊は、連日の作戦行動で、燃料不足に陥っていたが、新政府側の柳川藩輸送船、千別丸の七尾港到着により、石炭の補給を受けることができた。この戦闘により、新政府軍は、 越後方面の正解意見を掌握した。新政府軍艦隊は1868年7月18日に佐渡奉行所のある相川へも進駐。同地に停泊していた桑名藩の和船を打歩して、積み荷の大砲やミニエージュを露飼している。その後も新政府軍は、摂津丸などの艦船を越後へ増破して、艦砲射撃や上陸船などの陸船支援に活用し、 9月15日に、新潟港を占領した。旧幕府海軍主力は1868年10月、初旬まで、江戸周辺から動かなかった。その後、奥越列藩同盟の支援要請を受けて、仙台湾へ進出。省内半救援のため、千代田系以下の小規模な艦隊を分権するが間に合わず、日本海方面での戦闘にはほとんど寄与しないまま、 函館戦争へ向かった。旧寺泊町の京林寺の山門には、新政府軍の艦砲射撃の跡が残っていた。山門は後に消失したが、砲弾が現存している。また、順道丸の残骸の一部は引き上げられて、ドライブシャフトが長岡市指定文化財となっており、2010年には、旧寺泊町役場原町車庫に特設展示された。ありがとうございます。